すごい飛んだ。隠してる。俺も隠すの手伝おう。そんなん知らんわ。なんか怖いの。うちの猫クッションみたいなやつがある。そっかんな。これは停電来るかもしれへんから、あと OK。 はい、はい、はい、内房うわもうちょっと手ボタン、まあ、うん、すごい、まあ分からんけど、うん、トータスさんは絶対鳴らしてないだろうなそうね、トータスさんがリアクターのドア開けてる途中にリアクターになってた。いや俺温度上げてる最中になったよ。ああ温度上げてる最中、うん、僕らがリアクターいたのになったからな。なんで左が出たんだろう。まあいいか、あんま蹴りかぶらんし、どうせ右行くのも一緒やし。鉱山空いてるといいなと思ったら空いてました。天才。さっきの宮君かな、負けてくれたの。あー閉められた。ういなんでミスんねん。あメイヤです。あら高田さんと対抗になるかな。そしたらシェリフですまあこういう日もあるか。髪切る2回決めちまったしな今日は。ハイベリさんシェリフがまだワンチャン。これ伊豆が切られないのか。ごめんな慎太郎。いやいやいや、いや伊豆はカメラ見るんでね。伊豆どこ今。僕今通信直そうとしてます。あ嘘です、ね、だよな嘘です。ちきしょう。確かに髪切る2回決めてるからな今日めちゃめちゃ A キルされてるからなちきしょう。マジか。あれはましゃねえな。結局収支はプラスマイナスなんのよ。いや確かに。じゃああと1回クソ切りするってことやん俺終わってるって。これしゃあねえわ。ハイブリさんさっきのやつマジで見えなかったっすか。見えてない見えない。てか光ってないから、あの俺明暗も見えてなくて。あそっかそっか、俺も見えてないの。そう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 、後半最後にやっとって感じ。おいおい内房。まあ明暗はとりあえず伊豆をスルーしてハイブリ切ってる感じだな。あそうなんすか。通信側から飛んでる展望デッキに。じゃあ一応僕話しときます。高田さんとリアクターまで一緒。リアクター扉アクターと上登って、うん、あの引き上げるタスクがあったから、それをやってから通信行こうとしたら、して通信行ったらおまわじさんと竹雄さんがいて終了。おお、ああそういうことなの。これ今展望直した人じゃないですか。俺。でこれボタン高田さんですよね。うん。でなんか最後見合ってる人とかっています。高田高田。魚高田。3秒以内とかやったら慎太郎と伊豆が保管庫あたり。はい、はい。上路のとこ。もう竹富士は。俺はドロップシップの奥で配線してる。研究室。ああ、今ね、今通信のとこの弁当多分誰か入ってってるから。あら。浮いてる人の誰かが入ってると思う。伊豆さん、ギリ無理かな。いや、いけるんかな。いや、俺、ジップ乗ってる途中よ、今。まあそんぐらいか。まあ伊豆さん厳しそうじゃ、うん、通信す弁当だったら。んこれ誰がいけるの。リアクターの弁当は俺が塞いでる。うんうん。
トータスさんもねドロップシップにいるのは本当っぽいんだよな、うん、僕目線でその辺いたから超えてるあたりまで行きちゃう。そう伊豆さん追い抜かないといけないからトータスさんも最後多分入ってったんだよな名前が消えたから。伊豆も申し訳たかあるいやわかんないけど藤宮がリアクター弁当あたりでおまじさんは俺だから展望直し直しか、まあ、だから多分違うよねそれはじゃあ。うん京さんがどこだっけ研究室あ研究か研究室は誰かが中盤にキノコ踏んでった。明夜はでも通信側の人たちスルーして展望切ってんだよな。明夜が通信上がっていくのを見て絶対人外だと思ったから一回明夜から離れてでちょっと泳がせた後に伊豆が上がってったのを見てで展望側に飛んでんだろうなと思って見に行ってハイブリさん死んでたからおとり操作なんか通信側の人スルーしてんのかっていう感じだったんだよ。チャベントは坂田富士どうなんだろう。いや坂田は否定されてるよ。坂田さんは高田さんと一緒に社、うん、からミーティング通信直しやったっけアルマって直しああ僕は通信ずっと直してる。じゃあ待ってもらいな。じゃあ慎太郎か。え伊豆さんから白が出てますよ。白出るよ通信直しに行って名や人外絶対人外と思ったっていいどういうこと。どうなんやろね意味わからなすぎやろ強すぎやろそれよし。え、オニキの方が相方。あ、そうです。でも弁当通信の方は違うっぽいもんねオニキじゃ。うんよいしょ頑張れ、ごめんね。こんな今あるわ。あるある。そんな前か髪切り決められたら。いるぞ。今の音が。おお。強すぎ。キルペだなぁ。やっぱこのゲームキルペが全てなんだよな。そうやね。キルペ上げて神キル通すしか地味ないっすね。結構タスクで固まっちゃうからな。そうなんよね、うん、後半の研究所とか地獄やもんな。うん研究もそうだしかといって序盤は序盤でなんだっけフラッシュに人がめちゃくちゃいるから。そうやね。ついし飛んだ。すごい飛んだ。隠してる。俺も隠すの手伝おう。逃げろ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 。おにきです。めちゃくちゃ。おにきないか。まあ、待っとかもしんないけど。だったらマジ。いや、マジ人外じゃないの？え？あんなずっと卵見続ける？もうあれが最後だから。ひらっぱで？おにきシリフ来た瞬間もう死体ほったらかしで逃げられない。一目散やから放送やばい。シリフ来たのにマジでおもろくなる。やばい。こいつだけに見つかんのはまずい。あーってなった。誰か弁当入ってたよね。あ俺が。あ弁当で遊んでた。藤宮マットか。いや申し訳ないな。じゃあ行きますかね。はい、お願いします。